はい、こんにちは、スワクテガと申します。今回はですね、ちょっと前の話題になるんですけども、高橋和樹先生が、政治的な発言をしたので、それについてどう思いますかというのがですね、僕のツイッターも含めて、質問箱の方にもいくつか来てて、でも実際になんかメッセージで送ってこられたこともあったので、それについてどう思うかっていうのを、正直な話、まずぶっちゃけた話をしてもらいますよ。ぶっちゃけた話。どうでもいい。マジでどうでもいい。はい。作家がどんなことを思うと、正直な話、作品に影響しなければ何の意味もないと思うんですよ。わかります？例えば漫画家がある、ね、思想を持っていた。なんだったら日本嫌いだでもいいですし、外国嫌いだ、アメリカ嫌いだ、韓国嫌いだ、中国嫌いだ、あるいはブラジル嫌いだ、南米嫌いだ、南米じゃないか、ブラジルは、アフリカ嫌いだでもいいですよ。そういったのがあったとします。そういったのを口で言っていた。それは関係ないので、それはそれとして漫画を描きます。全然関係ないですよってなってたら、僕どうでもいいと思うんですよね。それに関しては。はっきり言って。どんな思想を持ってようと。それが作品に影響しなければね、漫画家であれば漫画家。ね、アニメーターであるならアニメーター。あるいは、小説家なら小説。そういったものになるな。ただ、そういったことを問題にする人っていうのはやっぱりいるんですよ。要するに作品に影響されるということですね。自分の思想とかが。そういったことになると、確かにそういったことがたとえどんなものであったとしても、政治的なものによっていうのはもう絶対に一本化されることはないので、100% ありえないので、ある、一定の方向から、バッシングを食らったりすることもあるんです。だから創作物に関してはそういったのを持ち込まないというのが定説であり、僕もそれについてはそう思います。そういったのを売りとしている作家ならね、そういったのを書いてっていう作家なら別ですけども、ほとんどの場合そういったのを売るのは結構少数な部分だと思うので、だからやめといた方がいいんじゃないかなと思う。ただ僕からすれば それが作品に影響しなければ何をやろうともいいと思ってます。はっきり言ってね。何をやろうともいいじゃん。そういった政治的な部分で考えるならば、どういった思想を持っていても僕はいいと思う。クリエイターっていうのはそういうもんだと思うし。ただ、自分から言うのならば、この作家がね、こんなものすごいいい、いい作品を描いていた、ええ作品を描いていたというのだから、あの作品はもっとこの作品のように素晴らしい人だと。もっと言うならば、こんな綺麗な漫画描く人だったら、多分もっとイケメンに過ぎないみたいなことを考えるのって、やっぱ絶対違うと思いますから、やっぱそこは分けて考えなきゃならないと思う。ファンも作者も。で、だからあえて自分がなんかダメだなと思うのは、それをキャラクターに言わしてしまったっていうところぐらいじゃないですか、僕は。多分ほとんどの人が、ほとんどの人って言い方おかしいか。多くの人は、そういったキャラクターに言わせるのがダメじゃないかと思ってるので、そこは間違いだったなということがあって、高橋先生もそれを踏まえては申し訳ございませんでしたっていうわけですよ。だからそれはそれでもういいじゃん、終わってると思うので、僕からするならば、それはちょっと確かにダメだったな、謝ったんでしょ、じゃあいいねって言うんだと思う。謝って済むことじゃねえだろうとはとても思わない。いや、謝って済むことだと思うよ、これ。むしろなんで謝罪してんのという話なんだけど、騒ぐやついるからなーってぐらいにしか僕は思ってません。だから、政治的な、思想とかそういったのは誰しも持っていて当然だと思うし、それを言うのはもうどんな人間でも言っていいと思う。一個人としてね。芸人が言おうと声優が言おうとアイドルが言おうとなんでもいいと思います。好きにやればいいと思う、僕はね。ただ、それが自分の、芸人だったら芸風にとか、あるいは漫才とかね。そういった風に影響されてきてはダメだと思うし、アイドルだったらまた、そういったね、例えばアイドルのコンサートでいきなり、安倍政権がーとかいきなり AKB48 とか言い出したら嫌じゃないですか。そういったことをやるんだったら、問題だとは思うけど、一個人として、例えばつぶやきとかね、そういったので言うぐるんだったら僕はいいと思うし、許せると思います。ただそれだけです。だからそういった人を許せない。要するに、一個人としてね、そういったのを、クリエイターというものがそういったのをやってね、子供たちに影響が出た、みたいなこと言ってるんですけど、こういう人ってただただ叩きたいだけの人間ですから、何やっても気に食わないというだけの話なので、無視していいと思います。僕の見解はそれだけです。僕はそう思うし、好きにやればいいと思います。高橋和樹先生も、キャラクターに言わしたのは問題だったと思うんで、これから気をつけてもらえればいいと思います。そういったことをやってこなかった人ですからね、今まで。僕が知る限りはね、高橋先生は。
まあ、ただこれから先また同じようなことを繰り返すんだったら、さすがにそれは僕も、いやもう何も学んでねえな、この人は、っていうことになって怒ると思う。さすがに。ただ、自分、高橋先生自身が高橋和樹という名前で、安倍政権がダメだ、あるいは、民主党はクソだ、とか、あるいは韓国クソだ、アメリカクソだ、とか、日本クソだ、とか、そういったのを言う分には全然いいと思ってるし、どんどん言っちゃっていいと思ってますよ。高橋和樹という個人っていうのがあるな。ただそれをキャラクターに言わせるのはやっぱりちょっと問題なのでやめていただければいいかなと思うぐらいです。で、それを、きちんと謝って、お騒がせして申し訳ありませんでしたと言うんだったら、まあそれはそれで終わりでいいんじゃないですかっていうだけの話です。きちんと悪いと思ってる。謝って済む問題じゃねえだろっていうような人間の言うことはいちいち聞かなくていいと思います。言っても無駄ですから、こいつら。ハイエナ以下の存在ですから。まあ、このことを受けてね、え、高橋先生ってこんなんだったんだ。え、遊戯を買うのやめようと言うんだったら、もうとっととやめればいいんじゃないですか。とっととやめればいいんじゃないですか。多分なんだけど、君、そういったことをやってたんだったら、世の中のもの全部否定しなきゃならないと思いますけどね、っていう風になるんですけど。まあ、人間は見たいものしか見ようとしないですし、見たくないものは見たくないでいいでしょうし、自分が気に入らないものは気に入らないでいいと思うし、それもまた人間だと思うしね。まあ、それが僕の見解です。高橋先生は高橋先生でいいと思いますけども、キャラクターに言わせたのはまずかった。ただ政治思想自体に関しては好きに持っていけば、好きに言えばいいと思うし、それに関して僕はとやかく言うつもりはありません。誰しもが持っていることですから。はい、以上です。ワクテガの雑談動画でした。高橋先生ですね。高橋先生頑張ってください。これからも、遊戯を楽しみにしています。それでは。